朝ドラ、らんまん、第4週、ささゆり、第18回、第19回、第20回、予告です。お気軽にコメントくださいね。万太郎と竹雄は、綾を探しに高知へと向かう。綾がいたのは、自由民権運動の結社、声明社の集会場。集会では、リーダーの早川逸馬、宮野守が監修の楠野佳恵、島崎和歌子たちに国民の自由と権利について訴えていた。ひょんなことから演題に挙げられた万太郎は、草花の力強さについて話し始める。第4週ささゆり第19回予告です。自由とは何かを知りたい万太郎は、綾と竹雄を残し、早川逸馬が率いる声明社へと向かう。互いに語り合う中で、万太郎のことをますます気に入った逸馬は、ある人物のもとへ万太郎を連れていく。そこにいたのは、ジョン万次郎、宇崎竜童だった。一方、綾と竹雄は高知で夜祭りに参加。綾は竹雄に心の内を明かす。第4週ささゆり第20回予告です。逸馬と共にジョン万次郎のもとを訪れた万太郎。人の一生は短い、後悔はせんようにという言葉が胸に深く刺さる。決意を新たにし、心を奮い立たせる万太郎に万次郎はあるものを送る。一方の綾は大きな決断を下す。竹雄はそんな綾と万太郎を一生支えると誓うのだった。